ありがとう。ありがとうね、バラも。100回目ありがとう。あ、100回目ありがとうね。今日も1日3回ですね。ありがとう、ポップコーンもたくさん。そう。こんばんは。ね。でもちょっと夜少しだけします。30分くらいやろうかなと思って。ありがとう、星。あとありがとうね。あ、そう、お昼もしたからね、賑やかでしたね。そうですね、楽しかった。ありがとう、ハートも。寝坊しました、どういうこと。寝てたの。ありがとう、レインボーした。そう、受付1人目。え、そう、1人目だったんですよ、今日2回とも。2回ともさ、そう、1番だったかな。弁護士が面白かったね、茶番劇。ありがとう、ポップコーン。朝寝てた。いや、朝眠いよね、無理しないで。本日初コメ。ありがとう。珍しい。そうですかね、そう、1人目でした。セイル寝てた。そうね、早かったね、朝。ゆうかちゃんの毛知らなかった。あ、そうだったんだ。そう、そうだったらしい。いた頃に終わってた。そうなんですよ、あっという間で10分だから。まあでもまたすぐ金曜日に全然ありますので、はい。またすぐですのでね。そう、こんばんは。ありがとう、たくさん、ポップコーン。ありがとうね、たくさん。受付ちゃんと来てよかったね、ありがとうね。今日も白湯、え、これ水です。なんか劇場は本当に寒いから白湯飲んでるんですけど。そう、おじや行ってた。あ、メンフェスでしたっけね。早くサボリになりたい。会えるよ、すぐ。オカマまであとちょっと。風船ありがとう。そう、もうあっという間です、本当に。さよね、そう。こんばんは。いや、4公演、まあ私は前座だけなので、4前座。無事できて。まあ明日もね、明日じゃない、来週も3回かな。何も入れてないです。でも意外と平気。そう、もう配信終わったらすぐお風呂に入りたい。そう、あと1週間でお風呂に。ねえ、それな、信じられない、わかる。全然様にいっぱいありがとうね。そう、出てこなくて久々に気づきもんで。あ、そうだったんだ。お疲れ様で、ありがとうね、ゆっくり休みます。そう、化粧落として。あ、今日うちは帰ったから当ててくださった方たち、ありがとう。そう、お風呂湯船に使ってないです、ためるのめんどくさくて。実家みたいにさ、お風呂が沸きましたじゃないからさ。ありがとう、ポップコーン。そう、こんばんは、ゆるこありがとう。こちらこそありがとう。そう、昨日当てたのもう書いた。そうです、今日書いたよ。あのね、今月は赤ずきんちゃん。そう。早めに書きました。つからない。つからないです。うん、すぐ上がっちゃうね。シャワーだと寒い。めっちゃ熱いお湯。めっちゃ熱いお湯で湯船に入るのがいいよ。そうだよね、めんどくさくて湯船。そう、ちは当てたい、頑張れ。あ、そうなの。そうなんだ、特賞とリアルサウジャー見てよかったね。ありがとう、嬉しい。届くの楽しみにしててね。ありがとうね、レインボースターも星も。自分もシャワーだけどね。そうだよね、ありがとう星。やばい、お得だと思うんですよ、若干。そう、昼夜に全然お疲れ様でした。ありがとうね、星もありがとう。そう、ありがとう、ポップコーンも。こんばんは。
寝落ちするくらい入る。え、嘘でしょ。お風呂なんかあんま長く入れない。ありがとう。ハートも風船も。あ、ね、ナナさ、そう、MC、私の名前が出てたって。見た、それ。見たよ。最後の方、夜公演の。まだ見てない方は見てみてください。珍しく名前が出てるので。MC 聞いて、え、聞いてた、そう。最後の方だよね、夜公演の。そう。あの、すぐナナに行ったもんね、って。あとね、ポップコーン、そう、爆弾発言、そう、登場した突然、もう本当にびっくりですよ。なんか絞り出した結果がそれだったって言ってました。脳をフル回転させて絞り出した結果が。ありがとう、ポップコーン。動物全部苦手。苦手です。許可なし。そう、知らなかった。そう、こんばんは。そう、絞り出したらしいよ。大変だよね、公演 MC も。私もすぐエピソードトークとか、失敗したことはとか言われても難しいもんね。あと、ありがとう。そう、いきなりだとね。そう、私が出たらしいです。こんばんは。そう、今日めっちゃ、最近パッツン多いな、自分で思った。最近パッツン多い。壁車までに前髪どうにかしないと。許可取ったと思ってた、そういう話。え、そんなそんなそんな、ネタ帳作って。え、そうだね、本当に。メンバーの家にワンちゃん猫ちゃんがいたらどうしますか。そっとします。はい。ありがとう、星もポップコーンも。刺激しないようにね。そう。結婚してありがとう、たくさん。来世で。ネタ書いたり。え、してないです。ありがとう、ポップコーンも。いや、絶対来た気分で。え、嬉しい。ありがとう。突然だといつも。そうそうそう。嬉しいね。そう。怖いからね。そうそう、ありがとう。お役にでも覚えてくれて感動です。え、嬉しい。ありがとう、創生探偵。こんばんは。パーティー。てん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 。こんばんは。たくさく違う。今日もありがとう。こちらこそ。そう。あ、100回目ありがとうね。星もありがとう。サウジのとこに来たらどうする。でもじっとします。耐えるしかない。今日何してたの。前座です。こんばんは。ハートありがとう。前座怖がってしない限って動物出てくる。え、意外とやってこないですよ。私結構友達の家行った時に犬とかいたけど、私がもうとことんね、あの、避けていたので寄ってこなかったです。最近ツボ。そうなの。100回目ありがとう。ワンちゃんいけない。そうだね、ワンちゃんいるからいけないね。いけないです。これありがとう。お疲れ様。ありがとう。こちらこそありがとう。お疲れ様でした。ありがとうね。そういるな、ほら。そう、多分、ね、伝わってたと思う。動物賢い。そのワンちゃんがめっちゃ賢かったんですよ。200回目ありがとう。そう、すごい、今日めっちゃ200回目ありがとうね。私もありがとう。ワンちゃん、ウケる。サホちゃん、かわいい。本当にウケる。なんか散歩してたりとかするじゃん、犬とか。私、道変えます。向かってきたら道変えますので、本当に。本当ありがとう。犬に罪はないので。なんか嫌悪感出すのもかわいそうだから、本当にウケる。道変えて、渡って、また戻ったりとか、する。私はダメな。ダメじゃないよ。そう。あ、じゃあ2匹。そうなんだ。みんな意外と動物飼ってたりするんだね。すごい。なんかやっぱ小さい時から飼ってたりとかしたらさ、慣れもあるのかな。見つかるまで苦手。なんか私ちっちゃい時は全然平気で動物とか触れ合ったりとかしてたし、なんなら結構犬飼いたいみたいな言ってたこともあったんですけど、なんか中学生の時に、
ちょっと仲良かった子が飼ってるお家のワンちゃんが本当にね、もうなんかしつけられてないじゃないけど、なんか吠えるし噛みつこうとするしみたいな感じだったんですよ、その子の家のワンちゃんがね。もうほんとそれからダメになっちゃって、だからもうそれ原因はそれ、中1の時のそう、なんかね、元気すぎたとかじゃなくてダメみたいな言われてももうなんか止められない、なんか野生を感じちゃって、すごいそう、なんか野良感というか、そう野良犬感じゃないけど、飼われてるから野良ではないんだけどすごいね、もう元気とかじゃなくて怖かった普通に。そう、そっからダメになっちゃって、だから多分ちゃんとしたお家のワンちゃんっていうか、しつけられてるワンちゃんはすごいいい子もいるのは分かるんだけど、もうそっから本当にダメで、そう、あと同じマンションにいたなんかワンちゃんもすごい吠えるワンちゃんで、そう、いやもうなんか目が怖かったもん、目と牙だからね、そのお泊まり行った時のそのお友達のお家のワンちゃんはすごいいい子で、だから寄ってこなかったし、その子のお母さんが、私と友達3人で遊びに行ったんですけど、2人でその子の家に遊びに行ったんだけど、その子も苦手だったからあんま近寄らないようにねみたいな感じでやってくれてて平気だった。そう、犬の性格による。子犬もダメなの。え、子犬の方が吠えるじゃん子犬の方が吠える。そう、だからお金持ちの家の中になりたいのか違うえ、でもそれはなんかお金持ちの家の猫に来世なりたいのは、まあ、猫になりたいですね私は。猫楽しそう。ほら、ありがとうございます。なんかさ、結構一生をお家の中で終えるじゃないけどさ、散歩勝手にしないで家でずっと飼われてたらどこにも行かないで終わっちゃうじゃないですか。でもお金持ちのお家の猫ちゃんだったら多分旅行にも連れてってもらえるし、ペットホテルとかも行けそう来世猫がいい。そう、あ、もしくは犬でもいいです私そう、トラウマになった。そうなの、トラウマの毛が長いねえ。めっちゃさ、猫になってさぬくぬくと生活したい。猫はシャーって一回もしたことない穏やかな子だけど抱っこできない。その前情報を知ってた上で2日間ぐらい鳴らしたら抱っこできます多分。そう来世お金持ちになれるように今のうちに徳と、え、私も徳積んどかないと来世のためにそう、その発想面白い。嘘、来世の結婚みんな待ってるのに。来世みんなも猫か犬になるとかそう、こんばんは。今猫ブームがね来てるらしいので、わかんないけどわかんないけど、髪がめっちゃサラサラ今日。猫はいいし、猫アレルギー。あ、そうなんだ。でもひろかはさ、猫アレルギーだけど飼ってるよねトムトムだっけ、トムだよね。そう、またありがとう。そう、カラスにだけは転生しないようにしないと。え、なんで？カラスいいじゃん、かっこいい。カラス好きじゃないんですけど、なる、自分がそっち側だったらいけるかも本当ありがとう。あ、でも鳥嫌だな。そう、トム君、餌自分で見つけるのはやっぱ大変そうだ。ペットがいいですね。うちのリアルポメは誰にも尻尾振って大変かわいいえ、動画とか話はかわいいんですよ。猫いるんですね、いる犬。そう、ありがとう。ポップコーン、かっこいいのか。なんか見た目はかっこいいんじゃない、カラスって。なんかこうバカじゃないじゃん、カラスって。頭脳派みたいなそう、やっぱダチョウとかはさ、ほら何歩歩いたら忘れちゃうとか、自分が走ってる理由も分かんなくなって、そのまま走ってたら止めらなくなってぶつかって死んじゃうとかさ、カラスはそんなこと起こさないじゃないですかそう、だからかっこいい。やっぱり頭がいいっていうのはかっこいいになるんですよ、多少はね。そうカラスより高、確かに。外国のね、かっこいい猫がいい。あー、私めっちゃなんかモフモフしてるやつがいいかも。鳥になって遠くまで飛んでみたい。鳥感。あんま空飛びたい願望は私ない派
寒そうだからで夏も暑そうだから、土屋さん毎回初めましてらしいね。本当に面白い。トニー頭くるみませんとしてるの、ね、そうなの、すごい天才じゃん。本当ありがとう。自分より勝つかしこ、さすがに勝ってもらえば、え、勝ってもらうか。そう、グノーとかダチョウ、ダチョウ泣いてる。フクロウ、フクロウも賢いんじゃない、わからない。そう、ポメラニアン、ポメラニアンになったら可愛いね。だって可愛がられる。だってポメラニアンで可愛くないの見たことないもん。なんかあれなりたいかも、モデル犬みたいなワンちゃん雑誌の表紙みたいな、あと毎日カレンダーのワンちゃんとか姉がちょっと怪我したらすぐやばいことになる。あ、確かに、うちは自分がしてる怪我ね、それ面白すぎるよね。こんばんは。え、あれ出たい、なんかドラマとかにさ犬出てくるじゃないですか、それこそソフトバンクのお父さん犬みたいな感じで、なりたいかも、あのお父さん犬みたいなやつになりたい。 CM とか出たい、犬になって。あ、私犬になろうかな将来、犬として事務所に所属しよう犬より猫派が多い。え、そうなんだ、何年4回ぐらい違うよ大谷さんの犬になりたい。犬飼ってるんだ、知らんかった。結婚して来世ででかい犬がいい、でかい犬かわいい、サモエドかわいい、動画で見る分にはね賢い説が崩れました。そうなの、ただちょっと病気知らずで回復力すごい。そうなんだでも別にそんな長生き願望ないないいとこの家に帰る確定。いや、確率だ、今のうちに徳を積んでおく、犬として事務所属。そう、秋田犬、確かに学士こそ、秋田犬なんだっけ、秋田犬じゃなくて、何になるの、犬になろうかな、犬になって事務所属かもしれない。そう、なんか犬の方が、だって犬だったらさ、犬に対してなんか別にお疲れ様ですとか言うのかな、タレント犬って。お疲れ様でーすってどうなんだろうね。来世でサモエの2トンくらい釣るとお散歩して人が走って逃げたそれは逃げちゃうとか、猫の方が自分よりいいご飯、わかる。なんかさ、なんて言うんだろう、あの動画とかでさ、ペットのご飯作ってる、それこそローラさん、ローラだよのお家のペットのご飯って結構人間よりいいもの食べてますよねそう、顔がサオちゃんの犬は辛い。なんで私の顔のまま犬になるのもっと可愛く犬らしくなりますよ。そう、そう、なんだ、何ピンちゃん、ビーグル犬、ビーグル犬なんだろう。そう言うかもよ、一応所属してるから犬も。今度オンラインの時うちの場合見せます。見て、見たい、画面越しはあったら全然可愛い特訓を積んで来世人間に生まれ変わってたくさんある結構ね。ちょっと人間はちょっといいかも、もう人面犬なのか、ね、気持ち悪い人面犬ちょっと私に無理かも、なんか無理なんですよね、ちょっとごめんなさいそれは着ぐるみ、着ぐるみの方がまだ可愛いよ、ごめんなさい。人面犬好きな人いたらごめんね、私気持ち悪くてちょっと人面犬がもしも好きって方がいたらごめんね。そう、無理かもしれない。馬見せた人がいて、それはすごい、馬見せた、馬飼ってるってこと、乗馬とか。そう、我が家の愛犬気に召さないドッグフード絶対食べる舌が肥えてますね、ワンちゃんも。うちのワンちゃん夏は丸刈りそうなの。ドーベルマンとかどう。あ、でもドーベルマンも可愛い、犬は可愛いでしょ全部。こんばんは。そう、ありがとう手紙。私めっちゃいかつい犬でしょそう、ダルメシアンなら映画出れるかも、101匹ワンちゃん的な。ソフトバンクのお父さん犬とかなりたいな。百歩譲ってみる分にはいいけど飼うとなら大変そう。確かに、確かに、やっぱ猫がいいのかな。散歩行かなきゃだもんね、ワンちゃんって大変そう。
少年アシメに人権免人っていうのがいたね。そうなんだ、そうなんだね、やばい、やっぱペットだな来世。ペットにはペットなりの悩みがあるんですかね。なんかさ、ありがとう花束。なんかシベリアンハスキー飼ってるけど、どなし、そうなの。なんか大きいワンちゃんってあんま吠えないイメージある。なんかむやみやたらにというか、あんまり。またこのご飯かよ。あ、そういう悩みがあるのか。猫ちゃん気まぐれにゃん可愛いよ絶対猫ちゃん。でも自分が動物になって、もしも虐待とかされちゃったらどうもできないもんね。大変だわ。そう考えると何がいいんだろう来世。まあ来世思考っていうのが良くないんですかね、私のこのドラえもんを振られ続けてる。確かに猫型、まあロボットですからドラえもんそう、熱帯魚はどう。あ、魚一周回ってコンセント靴虫か。確かに一周回ってさ、なんかなんだろうね。でもアリは働かないとだから、一緒猫になる。猫がいいか。やっぱお金持ちの家に帰れるなら何に悪いかもって。確かにそれはそうだ、それはそうだ。だってお金持ちの、確かに何でもいいね。トカゲとかでもいいもんね自分を鏡で見なければいいだけだから。鳥がいい。私鳥はちょっと飛ぶの大変そう。一日日のたまっこすごいっすよ。わかる、それは私の夢。そうだね、来世でだもんねそう、動物園の動物、見られるんですよ。ちょっと私動物園は遠慮かな鶏なら飛ばなくても。確かに鶏か、食べられるよ将来的に人に人に食べられるよ将来。それでもいいの怖いこと言わんで本当にさ、お金持ちの飼い主で寂しく、忙しくて寂しいかも。ああそういうこと。まあ一頭一匹飼いなら寂しいかもだけど、まあ3匹ぐらいで飼われたいですね。じゃあペンギン寒そう。確かに、絶対やだ私ペンギンあったかいところがいいな。だからやっぱり家、室内鳥インフルが怖い、やばい、鳥インフルが怖い、面白すぎる。パンダも楽そうね。パンダね、動物園中国行かないとだよ。日本帰らないと親元離されたりとか。あれだよ、パンダに生まれ変わったら外交のために親元離れて日本に来たりしなくちゃいけないし、で日本に来て馴染んだって思ったら中国帰らなくちゃいけなかったりするから、パンダは絶対大変です。そうそう、ベッド仲間、父親が子供の頃に2杯飼ってたんやけど今も。それは、その話よく聞く、言うよねそれ。パンダになったらサホサホになる、やばい、サホサホなんかありそうだな。そこだけリアルそう、急にリアルな話。白いから赤いけど黒いとクマみたい。確かにレッサーパンダ、確かにね。ありがとう風船。そうポップコーン、野生のパンダ、野生のパンダ日本にいないじゃん。本来肉食なんだってね。ね、生き残るためにさ、笹食べてるんでしょ、大変。なんかコアラもそうでしょ、なんか生き残るためにさ、毒があるのにユーカリ食べてんだよ、かわいそう。急に社会派確かに急に社会の話し始める。昨日の世界不思議発見で160センチのペンギンが昔で、恐怖なんだけど、怖すぎ。よかった昔じゃなくて。ほんま現実思考すぎて好き。やばい、ゲッターズ当たってるじゃん。現実思考って書かれてた気がする。さすがゲッターズさん。あ、現実思考じゃなかった、合理主義でした、間違えちゃった。日本縛りなの。私アイラブジャパンなんですよね。そう、なぎちゃんと盛り上がりそうな優しすぎる。そう、ユーカリの毒がある、ユーカリの毒とか言われるまで忘れてた。そう、ユーカリ毒はあるんですよ。ペンギンのなんかのサノちゃん、話の緩急が落差がね。あとありがとうね。そう、やっぱ何がいいんだろうね。一番さ、私結構やっぱ楽を求めてるというか、
人間ってやっぱ大変だじゃん、なんやかんや。だから、何がいいかな。なんかそういうの調べてる人いないんですかね。何が一番楽かみたいな。なんかポイント決めて、なんかこれの面では楽、これの面では楽、生活面とか食事面とか。すごい、名前呼んでくれて嬉しかったから押そうかな。嬉しい、押して。嬉しい、ありがとうね。そう。押そうかな。どの生き物も大変、その通り。残念な生き物時点とかさ、この話だけ聞いて動物嫌いためない。なんて言うんですかね、動物をが触れないだけです、私は。で、本当に嫌いなのはあのヘビとそのニョロニョロ系が嫌いです。他の哺乳類全般は別にすごい嫌い。あ、でもなんかその、あ、ごめんなさい、嘘ついた。あの魚も全然好きじゃなくて、なんかナナのお家にね行ってる時に、ナナのお家のテレビの画面って何もつけてないと、あの、なんていうの、自動でさ風景画とかパッパってパソコンのデスクトップみたいな感じでさ映るじゃん。なんかなんていうんだろう、その山とか虹とかで、その中になんか深海みたいな海があるんですよ。海の中みたいな、ウミガメいますみたいな。そう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 、スクリーンセーバー、そう、もうそれが怖すぎて、一回海がパッて目に入った時が、やばい怖いって言って帰ってもらった。怖すぎて。だから海は、そう、海の中怖いです。海の中恐怖症。日本かもしかなら日本固有種、あ、じゃあそれになるか、絶滅危惧種として大切にしてもらおう、国に。ありがとう、ポップコーン。クジラとか頑張って口開ければ食事の時間経つ。大変なんだ全体。押して、押していいなら押す。本当にありがとう、押してね。じゃん。何気に動物に詳しい。詳しくはない。そう、うなぎとかだ。そうそうそう、動物されないんでしょ。そう、ソアリンの海のところはあれはスリルを味わってます。あのディズニーのね、アジタの夢の国のシーンの乗り物。クラゲは水族館にいる分には全然怖くない。そう、日本かもしくは小学校のグラウンドに出た。嘘でしょ嘘でしょ、そんなジブリみたいな世界線があるんですか。すごい苦手な時になる。あ、確かに教科書乗れそう、時になったら。時って習いましたよね、なんか小学校の社会で絶対さ時ってさ習うよね。なんかなんていう条約でしょうみたいなのやつと一緒に、ラムサール条約みたいなやつと一緒にさ、教科書乗れる時、国の天然記念物。そう、ありがとう、ポップコーン。そう、こんばん。ある種のモデル、確かに。いや、一番手っ取り早く教科書に乗るよ、やっぱ時になる子。日本には日本の時が来たの、どういうこと。そう、あー、こんばんは。いいですね。まあ何になるかな、選べないもんね。でも、来世とかあんのかな、そもそも。来世とかあると思う、急に急にスピリ出す。15分までとか言っててもう15分だし、もう30分までにします。来世とかあると思う。私はね、あると思うんだよね。スイスイさんとかに安いクラちゃんってクラゲ、そうなの。最終的、最初にラムサール条約出るの一緒だったね。そうだよね、あると思ってる方が楽しい。確かに、ライスじゃない、ライス、前世の記憶ある人いたから。確かに、なんか外国でさあるって言うよね。ブラッシュアップライフ思い出す。そう、こんなにライスの話したらいきなりあるのかな。確かに、前世何回目、1回目です。私1回目の生き方してる、めちゃくちゃ。サドで時見たけど茶色って言われないと気づかなかった。あ、そうなの、私も絶対気づかない。じゃあリモスターありがとうね。前世何だった、前世ね、多分ね、私多分ね、何だったんだろうね。何してそう、わ、前世見てもらえる人とかに見てもらおう。前世何だったと思いますかって。結婚してくれるんだ。そう、来世ね。来世のやつ、そうだ、芦田愛菜ちゃん、そうだよ、絶対前世の記憶あります、芦田愛菜さんは。ないとおかしいじゃん、だってあれ。ゆるこえん、あ、そうね、ナナが。
名前出してくれて。びっくり。対抗睡眠ってので遡りすぎるケース興味深い。怖い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 。ライスなかった。そうだね、ライスあるある、ライスあります。寺田心くん、どうなんだろう、一周回ってない気がしない、なんか寺田心くん。私のものさんは絶対あるんだけど。ありがとうポップコーン。そう、わあ、前世の記憶欲しい。前世の記憶欲しい。でもこういう話してると人ってなんだと思うみたいな、そのさ、めっちゃもうよくわかんない質問にたどり着くじゃないですか。あ、100回目ありがとうね。そう、みんなも困らせちゃう。そう、もう10時までやろうよ。なんチャット遅れてないの。あと明日朝配信です、多分。明日から朝配信です。早起きです。そう、いえ、いい記憶なるけど怖い記憶なるやん。それはそう、下物ものでやってできない。明日ものだよんでしょ。でもさ、みんながやってる明日真奈さんのモノマネって、あれは明日真奈さんのモノマネする八代優さんのモノマネなんだよ。急に。そう、明日から朝、そうなの、夜できないんです。6時半、そんな早起きしない。7時半。睡眠術、あ、催眠術かけてほしい。私多分かかりに行くんで、ちゃんとかかると思うんですよね。そうそう、明日から、そう、しばらく1週間長い。そう、将来 SP にハマってしまって大変。いや、ハマらないですよ、私現実主義なので。意外と自分で言う。明日休みだけど起きます。無理しないでね、ありがとうね。明日ものまねをする、明日のものまね、そうなんだよ。得意のものまねないです。ものまねしないよ。リアルに前世の記憶ある人いるんかな。でもこれ今見てくださってるさ、この何百人かの中にさ、あるよって人。前世の記憶あるよって人いたらすごい。何か楽しみにしていいのかしら。そういう深読み系じゃないですよ。深読み系じゃないです。シンプルに私が夜できないっていう、多分なんですけど、まあ、これも多分ね、全部多分です。明日の予定がわからない上で今私は話しています。催眠術は素直なしか引っかからない。え、そうなんですか。明日ポッキーの日だよ。え、そうじゃん、ポッキーの日じゃん。みんなポッキー食べるの？私は食べない。そう、こんばんは。食べないよ。昨日のことも覚えてないんで、全然。待って待って。確かにそうだ、そりゃそうだ、そりゃそうだ、そうだ。 JK みんなで持ち寄るイメージ、私も中学校の時はやってました。ポッキーの日食べました、ポッキー。でももう今は食べません。食べない。十文字先生ね、有名な人でしょ。かけてもらいたいね、催眠術。なんで、無理じゃないよ、私かかる自信ある。今日の記憶すらない。え、わかる、今日って感じしないよね、今日って。プリッツ派、え、プリッツのトマト味大好き私。そう、いっぱいに。確かに前世の記憶はないわ。もしやプリッツ派。いや、ポッキー好きですよ、最近食べてないだけで。いちご味のポッキーとか結構好き。配信中問題だけど、ちょうどさおちゃん何か叫んだ瞬間だった。え、叫んでた私。昨日の夕飯の記憶すらない。確かに、何か食べたっけ。そう、こんばんは。そう、ありがとう星。いやー、極細、あ、ね、極細たくさん入ってるでしょ。知らないけど。そう、今日ってご飯食べた。え、食べて。50本、そんな入ってるんだ、すごい。ポッキーよりプリッツ派です。プリッツ派なのね。トマト味は好きですよ。でも一時期めっちゃハマってて、食べ過ぎたらなんか逆に飽きちゃったみたいなところある。そう、明日から朝からポッキー配信しません。なぜならお家でないから。
朝からおはよう配信です。おはよう寒いね、おはよう寒いねっていう配信です。え、待って、本当に朝配信、キャー、トッポが好き。トッポだけはあんま食べないかも。そう、この朝配信もコンコで誰か判別できなくてもいいから、ここがないでね。わかった、おはようボットくる。そうだよ、冬に出るポッキーが好き。なんだろう、雪解けみたいな、わかんない、メルティーキスだよみたいな CM あるよね。そうだよ、ありがとうハート。朝起きると枕元に赤い箱が、なんだそれ、やばい、わかんない、ごめんね。朝配信決定、え、多分です、多分ね。トマトプリッツ普通のより食感サクサクしてる気がする。え、そうだよね、美味しい。ポッキーの赤い箱、あ、嬉しい、それだったら。こんばんは、ハートありがとう。そう、少しだけって言ってめっちゃやってるね私、配信。ありがとう、欲しい。そう、ありがとうね、ハートも。今日の配信いつも以上にテンポいい気がする。なんか今日めっちゃ喋ってますね私。急にプツッて切れるよ電池。お疲れ、ありがとう。極細食べたくなってきた。極細ポッキー、なんかさ、じゃがりこもあるよね極細。どういうこと、早く寝てね、早く寝るね、お風呂入ったら寝ます、マジで。すぐ明日仕事して、明後日には広島に寝て、ええー、ただ大変だ。広島あったかそう、広島の気温調べちゃおう、絶対あったかいから。なんかこうやって全国のさ気温とか、あー、新潟よりは全然あったかい。でもすごいあったかいかって言われたらそんなことないね。新潟寒くないですか。寒いです。あ、え、明日さ、そんな寒くないじゃん今日より。よっしゃ、嬉しい。え、待って、金曜日雨なんだけど。え、みんな金曜日雨だよ。あ、でも午前中に降り止むね。待って、大釜雨なんだけど、しかも私午前の部でちょうど午前が雨、どうにかならないですか。どうにかならないですか、大釜の雨を回避したい。え、寒すぎてさ、今から晴れるよ、誰かしてください。そう、毎日配信に、そうなんです、だからお家帰ってすぐ配信したいなっていう。また変わるかも、確かに、期待しよう。てるてる坊主作る配信、そうだね、てるてる坊主作る配信するか。てるてるくん、てるてる以外の方法ないかな、日曜晴れてくれ。え、本当にそう、そう、晴れ女さん晴れ男さんを呼ぶしかない。確かに雨の方があったかい、気温差はないか、確かに目になるしかない。そうだね、え、髪の毛が大荒れ警報です、外だし雨だし湿気で、やだそんなの、最後のオフラインなのに。晴れ女さんいないの、晴れ女さんいないよ。バッハなる、バッハなる。4期わかんない、あんま外さんいないから、外での活動歴なさすぎて、晴れ女雨女わかんないよ。でも NST は晴れたからね。そう、今日から1週間と靴目しか、確かにどうにかならないかな、新潟の天気。お疲れ様、ありがとう。ももちゃん晴れ女らしい、お、来た、オカマヨロピク。オカマ部の間に一回外出ないといけないから雨やだ、確かにそれ大変だ。サボちゃんより多分我々の方が寒いと思います。え、そっか、外どういうこと、どんな感じなのオカマ、ちょっと分からなくて、私自分が晴れ女って信じるしかない。私晴れ女じゃないんですよ、知ってるのそれは、自覚あり。あれはそれ、どういうこと、毎朝祈る、祈るしかない、スピルしかない。こないだお天気良かった、そうか。こんばんは、どんな天気だもん、なんて言うんだよね。確かに傘はね、
みんなで温め合ってね。謎の困ったときメッセにひな、ときメッセでやろうよ。ときメッセでやろうよ。雨女、雨女ではないよ。あ、でもどうだろう、結構私夢の国雨率高いです、特にし。そう、コールできれば暖かくなるんだけどな。外で、ね、岡までおしくらまんじゅう、そう、雨の日のおしくらまんじゅうのさ、電車めっちゃ変な匂いするよね、急に。ときめしやるわ、みんな思ってるわ、みんな思ってた。ごめんごめん、そう、やばい、さすがに45分には断食します、さすがに。ちょっとだけとか言って私1時間くらい やろうとしちゃってるから今。ハートありがとう。あ、待って、私45分から始めたか。あ、じゃあもう1時間やってるのか。想像するだけでしんどいから、そんな話。そう、セーター T シャツ重ね着で暖を取ります。頑張れ、みんなも帰ろう、持ち込んで。ありがとう、ポップコーン。東京初のオフライン、雨だった、雨だったっけ、覚えてないな。あ、雨だったかもしれない、雨雨、そうそう、雨降ってたね。どんどん延長される、そう、できるうちにやっとこうって感じです。灼熱と極寒のお釜、いつがいいんだろうね。9月とか8月は暑いじゃん、9月もちょっと暑い、10月前半とかどう。はじめましてじゃないのに。16日なら晴れ、そっか、交代しする、もう交代してしてみる、なんか公園と。まもなく45分経ちます。え、私本当に30分のつもりだった、ありがとう、ポップコーン。9月10月確かに、そう、ありがとうね、ポップコーンとハート、そう。もしくは春とか、でも花粉大変な人もいるのか、春だと。あ、でも秋も花粉ある、ブタクサとか。本当は秋のいい感じでお釜になったはず、今日とか良かった、今日寒かった、あ、でも今日より寒いのか、確かに天気は良かったんです、ですよ、でした、でしたか。わかんない、昼にいなかったから外に。こんばんは、17日公園で陽気、そうだね、逆にしたらいい感じ。天気予報が定価まだめれない、そうだね、天気予報変わることに期待して。ありがとう、ハート。今日風あったけど日差しは暑かった、あ、じゃあちょうどいいっていうか、間取ってるっていう感じで。そう、それならよかった、ありがとう、ハート。あ、そう、言い忘れてた、今日から前座が長袖になりました、冬服。いやー、冬服いいですよ、めっちゃ踊りやすいです、なんか腕が上げやすい、なんか生地が柔らかいっていうのかな、そう、しかも長袖だからあったかいし、半袖より全然、そう、最高です、冬服。今日からだったんですよ、ちょうど。気づいたかな、私ちょっとチャットに送ったんだっけ、あれメールかな、なんかに書いたけど、そう、誰にも言われなかった、今日から長袖だねって。寒いもんね、そう、メールかなんかで見たような、そうそうそう、冬服って書いたんだけど、寒くなかった、ん、寒くなくなった、いえ、そんな。寒いですよ。寒いものは寒いですよ、そう、襟が丸襟になりました、角い、かっ、ん、そう、丸襟になりました。17日関東晴れなんだが、じゃあちょっと関東でやります。こんばんは、そう、でもね、長袖になっていい感じです、そうそう、変わらないのよ、めっちゃいい感じになったよっていう報告。昨日配信見た時、そうちゃんの髪型が薄いけど、おすしさくに似たような髪型でした、嬉しい、そう、これなんて言うんですかね、細編み込み、めっちゃ上手で、すごい嬉しい、言おうと思ってたけど忘れてた、あー、そうだったの、長袖の髪に、来て、来週はいます、来週ってかもう今週っていうか15、16はいる。関東でも関西でもね、本当にそう、あればポカポカだけどね、ポカポカになろう。あと、ありがとう、そう、うんうんうん、
地上冷房で寒くない？冷房？冷房で寒いのか。冷暖房？え、なんだ、わかんないです。常にどこか寒い。部屋では暖房つけてる。まだつけてない。でもそろそろつけないとだよね。そう、全然ハイブ長岡でよい。全部ハイブ長岡でよい。それはそう。15時6仕事終わるの遅いんですよ。お腹痛くなります。お腹痛くなんて。なんてとか言っちゃやばい。ダメ、頑張ってお仕事、お仕事頑張ってね。劇場今口動いてる。え、わかんない。え、知らないです。劇場冷房結構寒い。わかんないよ。今テロップに少しだけ、そうなんですよね、結構やっちゃってる。少しだけとか言いつつ、ハイブは近いし駐車場無料だし。あ、そうなんだ。そうそう、すごいね、駐車場無料、いいですね。いいね。15日休みを取る口実一緒に考えてほしい。なんだろうね。結婚式に行きますとか。定番。ウィンタースポーツ得意なのある？得意はないです。全然経験ないから。何回かとかしかやったことない、どれも。メンバー動くから冷房ついてる。ああ、そうなんだね、やっぱり。みんな着込んでね、じゃあ。そう。声も早く長くでやってもいい。いやー。ね。びっくりした。結婚してくれるのかと思った。違うよ。なんか友達の結婚式ね。どこかに行かなくちゃいけないので、お休みさせてください。大釜は逆にバイジョンが多い。あー、そうなの？無料じゃないってこと？そう、こんばんは。40分にランチお読みしようかな。流通センターの駐車場の2日で1万。嘘でしょ。流通センターや土地代か。土地代か。こんばんは。早く長岡行けって。確かにそう。カップ変わった。あ、そうです、これショールームのカップを使っています。気づきましたか？ここにもクマがいます。ももちゃん、これは持ってないだろう。急にマウント。ももちゃん、これはないだろう。あ、どうしよう、持ってるかも。ショールームクマです。欲しい。あげない。うん、早い。間違えてみんな駐車場佐々木さんとまた皆さん。いいでしょう。そう、ベアコです。北山と取られたの。そう、煽られたので煽り返し。銀のマグカップは持ってないでしょう。かっけえ。かっこいいよね、これ。結構しっかりしてるんです。分厚いというか、だから内容量なんかね、保温されてるんとかではないかもなんだけど、なんか銀色っていうことでなんか保温効果もありそうみたいな。まあないと思うんですけど、トレしないです。これマットな仕上げもおしゃれ。おしゃれですよね、これ。私は今重宝しています。初めて見た。嘘ね、天性あるの。可愛い人形って感じがして。公式カップで理想的配信。え、そうだよ、今金のマグカップ持ってたりして。やばい、持ってるかもしれない。ありえる。どういうこと、これね。ちなみに何飲んでるの？お水です。はい、ちなみに私今お水を飲んでます。これでそう、ちょうどいいですよ。これたくさん入る。スナックルームです。はい、ショールームさん、ありがとうございます。そう、エンゼル的なの。待って、チョコボールのやつ。金のエンゼル、銀のエンゼルみたいな。あれ当たったことないんだけど、ちゃんとスクショ飛ばすようにして。いいね、ショールームさんに感謝。ショールームさん、ありがとうございます。これ使ってます。使いやすい。でもこうやって飲むじゃないですか。こうやって見せて。かわいいですね。ももちゃん10倍でかいカップ。やばい、持ってるかもしれない。ありえる。ありがとう。なんか私いなくてもこうやって配信してる。それを沼に投げると金のマグカップあるんですか？銀の。待って、懐かしい。金の斧、銀の斧じゃん。まあそれを、それで正直に銀って言ってもダメなんですよね。やっぱりそこは、いえ、普通のマグカップですって言わないといけない。そしたら、まあ金のマグカップも銀のマグカップももらえます。
ずっと見せてくれる。そう、何の時にもらった、これぬいぐるみの時と一緒です。だからね、うーん、ビスの時ですね、多分これビスの時ちょうどショラムさん私にもください。そうだよね、ぜひ皆さんにもマグカップ持ってない、マグカップじゃない、ミントでゲットしたの使ってくれるのに、そう、もうじゃ持ってないと思う、まだ出てるぞ持ってない、よし、おこですよ、やばいやばい、怒られてる、持ってないと思う、カップじゃなくてマグボトルだったしで、よし、いやこれとちっちゃい、待って、ももちゃんからボイスメッセージ来てるんだけど、どれどれ聞いてみましょう。まほちゃん、私マグカップ持ってないんですけど、マウント取らないでください。でも私はね、デカデカクマちゃんのあのぬいぐるみがあるんで、クク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 。いやまあね、結構前煽られましたので、まあ私のちっちゃいクマと、まあ、マグカップを足したらまあ同じくらいかなと、大きいクマちゃんとね同じくらいなんじゃないかなと思います。送ったボイスで同じももちゃんももちゃんめちゃやばい、これ一服です、めっちゃロン、やばい、また今のまた始まった、たまにマウント取ってもいいか。そう、返しました、お返しです、この前の。そうですよ、これ使えますよ。はい、誰がマウント取るようなもの、ボイメ合戦が恒例になりつつある。そうですね、恒例に既読がついてますね、これは。そう、お返し面白い、来た、来ました、ももちゃんから。え、見て、スマホケースかわいいでしょ。違います、やめてくださいえーん、あ、ボイスが短すぎる、ちょっと待って、えーんだ、ダメだった、えーん、はい、えーんでお返ししました。また来たもくちゃんもバカにしたらダメです。いやバカにしてるとかではなく、あの同じくらいなんじゃないかなっていうやつ。泣かないでください、お願いしますじゃあこっちもえーんやばい、えーん返しが来ましたね、向こうの味が悔しがっております。違います、やばい、違いますってきた、これ22時までのやつだ、やばい、でもチャット送らないとなの、本当に本当に仲良しですね。そうなんですよ、もちゃん次のビス読んでもらえる、あ、もらえそうなの。そう、ありがとうレインボースター、そう、違います、これどこまで聞いたっけ、泣いてません、泣いてないですよ、よし、ボットかと思ったそう、ショールームに愛される、愛されるよし、もはや何に対してのか分かんなくなってきた確かに、そう、マグカップ欲しくてな、スマホケースめっちゃ可愛いでしょ、これめっちゃ可愛いでしょ、見てよ、ハローキティ出来たてのポップコーンはいかが、ハローキティ、私めっちゃ涙溢れてるから、そんなに人を泣かして楽しいですか、やばい、ももちゃんはか弱い女の子なんです、分かってよ、あのひすらないでもらってもいいですかね、すいません、ごめんなさいはは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 、通えだ、弁護士来そう、やばい、弁護士が来ちゃう、いやー、誕生日をねしていきたいところなんですが、
満足したそうだ。満足しました、よかったです、満足したなの。キティで聞くの不幸ですが、キティねえ、本当にショック、私林原めぐみさんじゃなくなったの、急にショックやばい、本当にショック、私めっちゃ好きなのに林原めぐみさん、キティちゃんじゃないんだよもう、どういうことだよ、話もあるよのやばい、これ返信来てても気づかない、来てた、何私のこと嫌いなの、やばい、私こんなにサバちゃんのこと好きなのに、やばい、サバちゃんももかのことそんなに好きじゃないんでしょ、そうなんでしょ、ヒス構文第3番、自己否定型を使うのはやめてくださいこれね、あれなんですよ、ヒス構文の3型です、これは自己否定型です、皆さんこれはね自己否定型、まずあの話飛躍型っていうやつもあるんですけど、まあなんか飛躍型、自己否定型、ダブルもありますし、あとなんだっけ、なんかあるんですよ、でも今これは自己否定型ですよくないですよねこれ、そうヒス構文です、これはに気になる、え、なんだったっけ、なんかねあるんだよね、なんかなんだっけ、なんかたくさん言うやつみたいなやつもある、サッホーズ、そうですよサッホーズ、え、なんかさ、これユーハさんも買ってなかった、ゲッターズ配信でなんか流れてきたんだけど、そう、あれそう、自己肯定感高め、高くなりたいねもしサウジャン違うメンバーしよ、やばい、え、そうですよ、取ったよ、取ったよ、羽もが出た、羽って言い方やばいびっくりした、そのまま読んじゃったでしょ、トラップ、よくないの、トラップ、よし読むぞ、明日の運勢でも見ますね、私は明日の私の運勢は、え、怪我には気をつけるように、だって気をつけましょう、そう、みんちゃん以外でもどうなるやばい、ひすってる、ひすってるよ、どうしよう、気をつけます、占い信じてるのでしいたけ占い、え、聞いたことある、なんか当たるんでしょ、そう、ありがとう、なのも、怪我に怪我にに気をつけてくださいそう、やばい45分だ、待って、私さ1時間やってるじゃん、ちょっと待って、チャットを送ればいいんだよね、今送ればいいんだ、今送ればいいんだよ、暖房つける、確かに暖房つけるべきなのか、もしかして、配信ありがとうございました、って送りますね私配信中に送っていいよ、やばい優しすぎる、みんなが少し1時間見ちゃってるありがとう、ハンド、ちょっとねメールに書くね、じゃあ残りは、秋から冬への途中、僕たちは近道したつもりで、もう冬だよ出てしまった空に飛行機雲、めっちゃ好きこの曲、飛行機雲いい曲だよね、誕生日しよう、本当にするね、じゃあ本当に48分になったらするね本当に48分になったらするね、そう、もちゃんがサボちゃん以外に好きなメンバーがいいですね、いや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 、もちゃんは私が一番ですからね、
はい、そんなこと言っちゃって呼吸顔面で受け止めるよ顔面で絶対痛いよ、やめといた方がいい。朝駅に忘れたパン駅員さん取ってあって嘘でしょパンよかったね。そう、本当ありがとう。タオル回さないと。確かに、そうタオルね回すさなかったね結局。ありがとう、本当来週夏日になる。え、待ってますね。じゃあその日を私は心待ちにしてる。じゃあまだ秋から冬への途中だ。秋から冬への途中、なんかさ秋から冬への途中ってこう直接的に言ってる歌詞もあるけどさ、秋から冬への途中をさいろんな言い方するじゃないですか。いろんな言い方した歌詞があるじゃん。それがめっちゃ好き。あの季節外れのアイスレモネードのもう本当に一番好きな歌詞が、え、なんだっけ、ドアを開けたらカーディガンジャーザーザーだと気づいたのところ、ドアを開けたらカーディガンジャー寒くて冬だと気づいたとか、あとさ最近のさ一番最新のさ乃木坂さんのあのシングル、あの歩道橋っていう曲がね昨日公開されたんですけど、それのね歌詞めっちゃ良くて、あのみんな、そうももちゃんとアンナのところ、え、どれだっけ、私本当に本当にそうって思ったのが、なんだっけ、なんか襟を立てても寒いみたいな、なんかねそういう、そう、あ、お時間です、ごめんなさい、ちょっと延長喋らせてほしい。あのめっちゃいい歌詞なんです本当に、もう感動しちゃって、私どこだっけな、もうなんかね、いい歌詞すぎて、え、もう私そこのパートを生配信で聞いてた瞬間に、え、やばい、ここめっちゃ好きと思って、なんか私多分季節に弱いんですよね、季節に弱いっていうか、なんていうか、どこだっけ、あー、どこだっけ、これ歌詞出てないかな、ググっちゃお、さすが延長課金やばいごめんなさい、めっちゃそう、なんかさいいよね、カーディガンじゃ寒くて冬だと気づくとか、私も気づきたいもん。だってまずレモネードの歌割り歌詞だけ先来てて、どこが自分か分かんなかったんですよ。でももうその時からもう絶対そこ歌いたいって思うくらい、あの本当にドアを開けたらのところが好きすぎて、まあでも全然もう今でもめっちゃ好きなんですけど、歌詞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 、あーすごいすごいすごい、歌詞ある歌詞ある、すごい、え、歌詞ある、歌詞あるかな、歌詞って書きつつこれは歌詞じゃないパターンのやつですかね、えーつもりで、え、そう、めっちゃいい歌詞だったんだよ、なんだったっけ、そう、他のグループさんの歌詞書けないからさ、メールでどこって配信で言うしかないんだけど、そうなんです、外で朝まがかちょっと季節考えるよね、わかる、もめで解説、え、したいんだけど書けないんです、あの著作権で他のグループさんの歌詞書けないから、今ねめっちゃ全力で調べるしかないんだけど、歩道橋の、あった、え、木枯らしに襟を立てる季節になってもまだ決められないよ、木枯らしに襟を立てる季節になっても、木枯らしに襟を立てる季節になっても、だってそう、そそいれるがあるの、だから私一回なんか初期の頃にメールでなんか欅坂さんの歌詞が好きすぎて、ここが好きなんだよねって言いたかったけど送れないって気づきました。木枯らしに襟を立てる季節、皆さん今木枯らしに襟を立てる季節です、木枯らしに襟を立てる季節ですね、やばい、めっちゃいい曲なんだけど、どうしよう、どうしましょう、立てる襟なんてない、立てる襟をつけましょうそう、ノートに出しました、ありがとうねありがとうございます、マーカーでも引いてください、そう、木枯らしに襟を立てる季節、深いね、
いや私結構ね無難にね自転車立ちこぎしちゃったりとかそういうのも好きですよ。そうファーでもいいですか。ファーの方が暖かそうですね。いいと思います。そう幕張の方の音響小枯らしにいるやつ立てるんだよ。エリオご飯から帰ってきました。お帰り。一番何来てるじゃん。え、来てるよ。え、何がそう、マフラーとかも歌詞になる。そう結構歌詞に注目してしてますよ。してますよ。君も僕もチャンスは平等。いや、ちょっと襟立てるなら首長くないと。やばい、そういうこと言っちゃう。マフラー巻くほどのアクションでなく不意に寒さに気づく感じ。そうですね、そうです。言ってないですよ。声優じゃなくなっちゃったって言ったの。そんな軽く言わないよ。なくなったって。そうさすがプロ違うよ。そう小柄だしね。しかも声優じゃなくなったっていうのはキティちゃんの話です。私が言ってたの全部。そうキティちゃんの声優じゃなくなっちゃったって言ったのさっき。そう小枯らしで自転車が進まないんじゃいかない。あでもいいんじゃない。自転車で風をね感じる。なんだよって何。そうすがきもん伝説が。えなんかさ歌詞書いた本あるじゃん。そうめっちゃいいよね。なんかめっちゃいい歌詞なんかあったけど。そうそう愛ちゃん継続してますし。そうめっちゃ嬉しい。でもさ歌ってみたがなくなっちゃったのがショック。立ちこぎとかしてた。立ちこぎ、え私結構坂割とすぐ諦めるタイプで、なんか自転車に乗っててさ立ちこぎしないと登れない坂があっても私結構序盤で諦めて普通に自転車をしてました。うんもう諦める。そうそう乃木坂ね思い出したけどない。えそう10年ぶりの感謝祭でしょ。知ってますよ。まあいけないですけど。木枯らしって若い子も使うのかな。木枯らし、うん使わないですね。サワちゃん作詞やったことある。えないです。なんか作詞はちょっと向いてないかな。私多分言葉を作り出す作業文才向いてないです絶対ないもん。自覚してるの。そう、そうそう解説も全然。そう鬼こぎって何。語彙使わない。語彙力ある方ないんじゃないかな。あんまりいい文章、でもいい文章思いついたなって思ったらめっちゃテンション上がる。でもあんまり思いつかないです。なんか詩的なこと言えない。ポエマーじゃないんですよ私。そうキスターズレの部分やればな。あー自主制作するか。そうし、うん、なんかさ詩ってさポエム、ポエムとか詩って大喜利と同じ難しさがあると思ってて正解がないじゃないですか本当に。だからどっちも苦手なんですよね。なんかそれに良さを見出せないっていうか自分が生み出したものの中に。いいって思ったものってあ思いついたって思ってもそれは昔何かで自分が見たものの二次創作じゃないけどなんか再利用になっちゃってるから。あこの文章いいな、じゃあ自分も使おうって思うことはあるけど、なんて言うんだろう、いい言葉とか表現言い回しとかを自分から思いつかないし、思いついたって思ってたとしてもそれは過去に自分がどこかで見たものだから誰かの言葉を言ってる人になっちゃうから得意じゃないです。そうおぎとばいも一緒にするの。一緒ですよ、一緒一緒。あんなの一緒だよ。だって大喜利だって思いつくけどそれは私が過去に大喜利が好きで見てるから思いつくだけであってみたいな感じと一緒。そうスピーチとかもね苦手なの。人を感動させられる文章がね思いつかない。やばいよね。そう実生活、そうなんですか、すごい。 STN さん
何だもん、着いた。早い早いね。あ、そっか、でももう10時になるのか。もう10時になるのか、やばい。そう、めっちゃね、だから詩思いつく人ってすごい。7期が自分たちの4期も自主ね。作りたいね。レモネード買うか。センター祭のスピーチも大変なのね。大変ですね。そうだね、自分の言葉でって考えると。57分58分になったら準備します。これから MC するんじゃない。 MC とポエマ違うでしょ。私今だってこれ自分の言葉で喋ってるよ。詩がね無理なんだよ。いいこと言わないと、だから短文で。そう、さっきも配信してくれたんで、早いね、あっという間だね。少しだけなんだけど、ジュージー本当にそう、大嘘つきテロップです。家つかなくてもう帰るの諦めそう。諦めないで、死んじゃう、寒すぎて外にいたら。こんばんは。ポエムね、ポエム、ポエムって難しいんですよね。私詩のね、授業とかで習う詩もめっちゃ苦手だった。もう良さを見出せなさすぎて。そう、難しそう。嘘つきテラップってワード、嘘つきテラップってワードは今私が生み出したと思う。ラジオ見します。13位まさふみさん、ありがとうございます。12位ガッティさん、ありがとうございます。11位たむひろさん、ありがとうございます。10位まよこさん、ありがとうございます。9位はるかねこさん、ありがとうございます。8位パックさん、ありがとうございます。7位かずやさん、ありがとうございます。6位大関さん、ありがとうございます。5位みーさん、ありがとうございます。4位コミュニストさん、ありがとうございます。3位コッシーさん、ありがとうございます。2位セッテンガーさん、ありがとうございます。そして1位ポメラニアンさん、ありがとうございます。ありがとう、2日間前座ありがとうございました。本当に配信もこの2日間で6回も配信してる。めっちゃ配信しちゃった。でも明日からはあんまり配信しないと思うので、朝かな多分。わかんないんですけどね。来ないなのでわかんないんですけど、多分朝です。ではまた明日ね。ありがとう、見に来てくれて。今日会った方もありがとうございました。来週もよろしくお願いします。ありがとうね、おやすみなさい。ゆっくり休んでね、みんな温かくしてね。ありがとう、おやすみ、またね、バイバイ。ありがとうございました。明日はポッキーの日、みんなは食べても食べなくてもいいから。おやすみなさい。